フィリア、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。その手に浮かんでいる文様、フィリオにはないんだな。ええ、というかここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え、ここにはフィリア以外にも。ええ、でもおかしなところ、説明が難しいの。実際に会って。分かった。で、俺たちが今向かっているのは。ほら、あそこに見えるでしょ。ああ、あの球体か。いいえ、入れないの。でもその文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだ。でも私には文様が出なかった。こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり。なんだこのアナウンサー。規定、私に聞かれても困る。適性テスト。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか。それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくて、私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか。何でも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵の、それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで。Thank you.
Thank you.
行くよ。食らうかよ。クリアを確認しました。承認フェーズを終了します。ん？しょ？また出た。このアナウンス。ねえ。あ、いや、ごめん。ちょっと。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか、承認フェーズだとか。それで、何かわかった？いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから。そう。なんだよ、不満そうな顔をして。だって私がずっと調べててもわからなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら。いや、ああ、これじゃトレジャーハンターの流す。トレジャーハンター、まあ自称だけど、SAO には食モンスターと戦ったりクエストクリアしたりするダンジョンに潜ってお宝を見つける方が私には向いてると思ってるから。それが生き残るために重要なアイテムである。だからトレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルは。それはすごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも隠蔽スキルで。へえ、頼もしいな。機会があったら見せて。まあいつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、ここを抜けると。ほら、確かにね、見間違いじゃないでしょ。ねえ、わかった、これでいいか。多分、ほら、どうやらフィリアの考え、さすがトレジャーハンターだな。私も
球体の中に何があるのか。きっとこの先にはホローエリアの。ああ、見るからに怪しそうだしな。ねえ、当たり前だろ、一緒に行こう。うん。